エホニジピンとは、ジヒドロピリ人系のカルシウムチャネル遮断薬である。T マイナス型と L マイナス型の2種類のカルシウムチャネルを遮断する。商品名、ランデル。1994年1月に高血圧治療への使用が承認され、1998年9月に人質性高血圧症と強心症について追加承認された。 日産化学工業とゼリア新薬工業が共同開発したアテローム性動脈硬化症や急性人不全に対する効果が研究されている重大な副作用とされているものはコラ不全症候群、防湿接合部調律、防湿ブロック、ショックである副作用の発生率は7.74%であり主なものは動機、顔面後ろ孔、頭痛、顔のほてり 血清総コレステロール上昇、ALT 上昇、AST 上昇、BUN 上昇等である。下記のような患者では慎重な副作用評価が必要である。消化管からの推定吸収率は62%である。服用後、血中濃度が最高になるまでの時間は1.4から2.2時間前後。 その後、血中濃度が半分になるまでの時間は1.4から2.9時間前後である。グレープフルーツジュースと共に服用すると、最高血中濃度は2倍に増加する。服用後24時間で1.6%が尿中に排泄される。残りは単重中に排泄されると思われる。ありがとうございます。